バツイチリターンライダーでコミネマン、チャンネルカリリンです。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。このチャンネルは雑談系モトブログとなっております。ご覧になっていただいて面白いなぁと思っていただけたんであれば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またこちらのボタンを押していただけると動画作成の励みにもなります。どうぞよろしくお願いいたします。ラブホのフロントをしておりますと、様々な年代の人たちと接することになります。半数近くの方はちゃんとしたお客様なのですが、残りの半数はちょっと何なのかなと思う人たちがラブホというところにはやってまいります。その中から今回ラブホ従業員のつぶやきとして、今の大丈夫はイエスなのかノーなのかわからねえぞという話をさせていただきます。この動画はリアリティ動画です。動画の作成では制作側から強要はしておりませんが、某テレビ番組のように出演者に制作側の意図を汲むように仕向け、意図的な演出や編集はしております。あくまでもリアリティ動画としてお楽しみください。ラブホのフロントとしてお客様にいろいろと尋ねることがあるわけですね。その時に仲間内の会話ならいざ知らず大丈夫ですという受け答えをする方が多くいます。特に30代前半から若い世代、こう言ってはいけませんけども、ゆとり世代と言われる方々は、何かこちらが尋ねると大丈夫ですというふうに答えるケースが多くあります。動画をご覧になって大丈夫ですっていうのはこういうふうに聞き分けるんですよというコツがあれば、ぜひ教えていただきたいものです。こういう話をすると若い世代の方はディスられてるんじゃねえかというふうに思われるかもしれませんが、そういうわけではないのでご承知ください。むしろイエスかノーかちょっとわからなくても、若い世代は大丈夫ですというふうに答えてくれるからまだマシなんで、中高年に至ってはこちらが尋ねても無言であったり、乱暴な言葉を使って返してきたりする人たちがいますので、非常に困ったものです。例えばチェックインするときに、まだ休憩も泊まりも入れる時間ですと押し間違いということがあるんです。自分では休憩を押したつもりが実は泊まりを押していたり、泊まりを押すつもりなのに休憩を押していたりということがあるので、例えば休憩を押さえたお客様にはご休憩3時間でよろしいでしょうかというふうにちゃんとお聞きするようになっております。その時大丈夫ですと言われれば、あ、休憩3時間でいいんだなというふうに思うじゃないですか。ところがその後に続いて、いや、泊まりですというふうに言われると、はぁ、どっちやねんというふうに思いますよね。あとは会員カードをお持ちでしょうかというふうにお聞きしたりするときに、大丈夫ですと言われると、持ってるのか持ってないのかこっちはわからないんですよね。大丈夫ですと言われて、ああ持ってるんだなと思ってしばらく待っていると、カードを出す気配がなかったり、ノーなんだなと思って手続きを進めようとすると、トレイの上に会員カードが出てきたりということが多々あります。他にも食事のオーダーがあったとき、作るのに時間がかかりそうなときにですね、今はオーダーが重なっておりまして
お届けするまで1時間ぐらいかかりますけども、どうされますかというふうにこちらがお聞きしたときに、大丈夫ですというふうに返すお客さんがいます。ああキャンセルなんだなというふうに思うと、待ちますというふうに言う人もいますし、1時間ぐらい待つのは大丈夫なんだなというふうに解釈するとキャンセルという人もいます。不思議なもので、こういうふうにどっちかわからない受け答えをされると、心の中でどっちやねんという、なぜか関西弁になってしまいます。チェックインやチェックアウトが重なってなくて、こちらにも余裕があれば大丈夫ですと言われた場合に、それは会員カードをお持ちじゃないということでよろしいでしょうかとか、お食事お時間待てるということでしょうかというふうに聞くことができるんですけども、忙しい時はなかなかそこまで丁寧に聞けない時もあります。ラブホのフロント夜勤バイトをして2年半以上経ちますけども、未だにこの大丈夫ですっていうのが聞き分けられない私です。特にラブホのフロントを若い世代とも接することが多いので、こういう大丈夫ですっていう言葉が非常に気になってしまうんですけども、皆さんはいかがでしょうか。大丈夫ですというふうに言われた場合、それがイエスなのかノーなのか聞き分けられるコツがあれば教えていただきたいと思います。おじさんは本当に困っておりますので、コツがあればコメント欄にご記入をお願いいたします。またチャンネル登録をされてない方がいればチャンネル登録をお願いいたします。冒頭にも申しました通り、面白いなと思っていただけたんであれば、こちらのボタンもお願いいたします。動画作成の励みにもなりますので、よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。それでは、また。